ああ、ゴブリンドリルも出たよね。これ、ペッカ工場のところ、工場変えても良さそう。おいろいろな機能も追加されてね、最高。で、バランス調整も来たし、出世点、ダークネスゲーム、シラです。今回なんですけども、まあ、修正のところにね、なんか、鏡とトリトンの修正が書いてあったんで、今回はね、前シーズンの時に鏡ってエフェクト出てなかったんですけど、あれって強化じゃなくて不具合だったようですね。なので今回実際に見ていこうと思うんですけど、僕も初めて見るのでね、実際どうなのかはわかりません。じゃあそれから出していきますか。そしてトリトンを出した後にミラーを出して、前々シーズンの時にあったキラーンっていうエフェクトがあれば、まあミラーは終了のお知らせですね。はい、ありますね。はい、ということでミラーは終了です。10秒デッキの人、残念ながらミラーはもう使い物になりません。そして肝心のトリトンがね、アンカーをくるくるしてる時にトルネードで吸えないやつなんですけど、はい、治ってませんね。どこが修正案なんだよ。全然治ってません。ということでロイジャイトリトンはまだまだ現役ですね。残念ですけど。ご視聴ありがとうございました。今回の動画はね、この2つの検証でしかないので、少しでもね、参考になったら高評価、チャンネル登録などよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。